よろしくね。私に任せて。消えるものか。さあ、今度は私が攻める番よ。私のターンですわ。くるくるドリーム。ガルフ、相手が誰でも私が投げ払う。消えていく俺という存在が、まだ抗うか。大好き。初めの番だね。私に任せて。今度は私が攻める番よ。私のターンですわ。一気に決めさせてもらう。くるくるドリーム。バイバーイ。夢は夢で終わらせないよ。これで俺は消えた。そして焼き付けたからね、娘の、私の先輩の生き様を。私も焼き付けました。娘さんがいたこと。娘、すまない。気にすんなって。名残惜しいが、そろそろ時間切れだ。この空間もゼロ次元や新次元も。うん、分かった。あ、そうだ、ちょっと待ってくれ。これってビジュアルラジオ。欲しがってたろ。俺と一緒に消えるくらいならギアッチがもらってくれ。はい、娘さんだと思って。それじゃ行くよ。じゃあな、みんな、ゲーム業界の未来を。ただいま、イース。全部片付けて戻ってきたよ。皆さん、お疲れ様でした。そしてたった今、ゼロ次元と新次元の消滅が観測しました。そうか、うずめは言ったか。うずめですが、諦めるのはまだです。これより、うずめさんの封印を解きます。えぶっ、何考えてるの、イーズン。うずめはもう死んだんだよ。そうですよ、イーズンさん、わざわざ封印を解くより、その中で眠らせてあげた方がいいんじゃないですか。すんなり諦めるなんて、ネプテューヌさんらしくありませんね。うずめさんを生き返られる可能性があっても、諦めますか。そんなことができるの。でも方法は、ゲーム業界で彼女のことを覚えている人はいないわ。仮に彼女を復活させることができ。ブランさんの質問ですが、明確な理由は分かりませんが、私をはじめその時代を生きた人たちが思い出したり、うずめさんに関する記憶が出てきたんです。何人からか話を聞いたのですが、うずめさんを悪く思っているどころか、うずめさんが守護していた時代をな、できればもう一度あの時代が戻ってきてほしいと言っている人もいるほどです。本当なら喜びたいところだけど。そして復活させた際の人格の件ですが、
こればかりは保証できません。むしろ元の人格がネガティブ感情の影響を受け、ですがネプギアさんがうずめさんからもらったそのビジュアルラジオがあれば、それって本当ですか？本当にビジュアルラジオでうずめさんの人格で復活できるんですか？ファンタジーかと思いますが、そのビジュアルラジオはうずめさんがゼロ次元で皆さんと共に生きた証です。わずかですがシェアエネルギーではない何か不思議なものをビジュアルラジオから感じることができるんです。もしかしたらそれがきっかけでうずめさんの人格が蘇るかもしれないんです。でもさ、それって理論でも何でもなく。大きいネプテューヌさんの言う通りです。かつて彼女と過ごした私だからこそそうであってほしいと願っているのかもしれません。でもそういうの好きだよ私。小さい私はどうかな、ダメ元でかけてみない？娘が復活する可能性があるならやってみる価値はありありだよ。そうですね、シェアが人々や私たちの祈りならばきっと奇跡を起こしてくれると思うんです。よし、もう一回奇跡を起こしちゃおうよ娘。よし、もう一回奇跡を起こしちゃおうよみんな娘。他の皆さんもいいですか？答えるまでもないわよ。うずめを救う、このわがままのために、そのためにゲーム業界中が協力したんだから。逆に救われなかったら協力したこっちも救われないわよ。みんなもいいわね？ええ、私とブランも同じ気持ちですわ。私たちゴールドサードも同じだ、引くまでもない。ではこの封印隊と呼ばれる渦巻きゲーム機に秘密結社が集めていた3つの周辺機器を接続します。封印解除の儀式なのに普通にゲーム機のセットアップをしているみたいでシュールね。本来ならばこれで起動ボタンを押せば封印は解除されます。ですが渦巻きさんのビジュアルラジオを挿してと。ビジュアルラジオが起動しました。画面のあれは。それでは起動します。まさかこんな方法で復活させようとするなんて。けど復活するのは俺だ。俺だって俺なんかに譲るかよ。一度死んで。だからなんだい？妄想の渦を抜け、ネガティブエネルギーの恩恵がなくとも俺の憎しみは消えはしない。憎しみがある限りなら、そのゼロをこの俺、天皇星うずめが変えてやるよ。俺は負けない、あいつらを守るために。来い、海よ。まだだ。諦めろ。聞かねえよ。お前に譲るわけに痛くねえぞ。あ？俺が全部終わらせる。全力をぶち込んでやる。うわー！まだだ。誰？絞りかくねえぞ。さて、ドイツにしようか。シェアクリスタル。
ブルブルドリーム。お前に譲るわけない。娘には聞かないよ。娘の番だね。まだだ。うわ弱い。強すぎる。いい加減鬱陶しいんだ。痛くないよ。娘は平気だよ。弱いね。俺の絶望をくれてやる。ぶっ飛べ。パクったの。消え去れ。痛くないよ。娘の番だね。えいえいえい。まだだ。まだ。娘の夢をプレゼントするよ。ぶっ飛べ。ぐるぐるドリーム。ぐるぐるにしてやんよ。消える。夢は夢で終わらせないよ。夢が一つ叶っちゃった。レベルアップだ。俺という感情、俺が受け入れさせてもらったぜ。待たせたな、みんな。天皇星うずめ、ここに復活だ。うずめ、うずめさん。うずめ、よかった。本当によかった。よかった。あの声が聞こえた時はてっきり暗黒星クルメが復活したかと思ったよ。無事に成功したみたいですね。うずめさん、姿も喋り方も昔から変わっていますが、なんて懐かしい。みんなの声があったから俺は今ここにいるんだ。本当にありがとうみんな。そしてただいま、ゲーム業界。光と影のクロスフェイド、渦巻いてる闇のフェイク、ファインダー研ぎ澄まして新事件まで。迷うことから逃げて、守りたいから明日へ、同じ夢を見てくれ。